痛み自体はどうでした？痛かったです。全部痛かったです。全部痛かったです。気にすると言いますか、自分よがりにいいということではなくて、他人から見てどうかっていうところを意識しております。くすみがひどいことと、あとは、たるみですとか目尻の、あと首ですね、シワが気になっております。化粧品などではいくら高いものを使っていても時間がかかりますし、さほどの効果がないということは散々いろんなものを試してよく分かっておりますので、やはり医療の力を借りることが最短で、しかも確実に効果が出ると自分自身思っておりますので、今回はい、させていただきました。徐々に変わるものだと思っております。ヒアルロン酸は入れた直後から変化が見られるので、その部分が自分自身こう納得できる変化が、最終的に得られるかどうかがちょっと不安なところです。ヒアルロン酸とかボトックスとか、あとリフトとかされてると、はい、いつ頃ですかね。これは半年ぐらい前ですか。わかりました。今気になる部分っていうのはどの辺ですかね。おでこのへこみですとか。へこみ、こうつるっとしてないっていうか、なんか血管が付近に出てボコボコしてきたりですとか。なるほどなるほど。あとはもう目尻のシワとか。なるほどなるほど。あとはシワですね、首のシワ。首のシワ、はい、やっぱこの辺のおでこのシワが気になったり、この眉間が気になったり、こうカラスの足跡っていうやつが気になるとか。いつ頃から気になりだしたんですか。おでことか目尻のシワとか。1、2年ぐらい前、まあ、手術みたいなもの、糸を入れただけなんですね。あ、そうですね、こうして、うん、どうでした、糸を入れて。その時はいいんですけど、やっぱり徐々にやった時はこうなって、うん、ここのたるみどこ行くのって話だったんですけど、うん、ここに引き寄せられた、うん、それが2週間ぐらいしたらなくなってきたと同時にやっぱり落ちてるんですよ。なるほどなるほど、うん、一番聞いたのはどれですか。この中でヒアルロン酸、ボトックス、レーザー。ヒアルロン酸は入れればふっくらするので、そうですね、はいはい、一番即効性があって、ただやっぱりだんだんなくなってくるものなので、その時は満足ですけれども。目尻とかには入れたことはない。ボトックスは目尻とここに定期的には入れてます。これはいつ頃入れられました。4ヶ月。でもあんまり。眉間はでもまだ効いてますかね。そうですね、眉間は効いてると思う、うん、でまあ、今いろいろな症状を聞かせていただいたんですけれども、やる治療法としては同じなんですね。もうそこの部分の面として、皮膚を治療する、再生させるということになります。若い人、まあ、10代20代の皮膚どこでもいいんですけど、つまんでみるとですね、非常に厚みと弾力があります。おじいちゃんおばあちゃんの皮膚ってつまむと薄っぺらくてペラペラで弾力がなくなっちゃうんですね、うんうん、まあ、薄くなってペラペラになるので重力で落ちるとか、しわ寄せができてしわが寄るとかっていうのがありますよね。でヒアルロン酸とかボトックスだったらそこを動かなくする、まあ、局所、気になる部分だけという意味なんです。局所だけに対処するんですけども、これはその全体的な原因である皮膚を面として対処していくということになります。自分自身の細胞を補充するので、できることとできないことがあります。できることっていうのは、自分自身の皮膚をもう一回、まあ、完璧に20代なんて絶対ならないんですけども、まあ、5歳10歳ぐらいの状態に戻してあげる、これはできます。あとできないのはですね、美容整形のように例えばここを吊り上げたいとか、そういうその思い通りの変化ということはできない。ただ自分の細胞ですから、変になるということはもう医療に絶対という言葉を使うとちょっとうさんくさいし、ありえない言葉なんですけれども、ないというふうに言ってますので安心してください。多分今見た感じですとですね、はい、もう予言しておくと、こう写真を撮った写真写りみたいなものはそんなに大きくは変わらないと思いますけれども、ぜひレポートしてほしいのは、この今言ったおでこのこの辺とか、でこぼこ感とか、目尻のシワとか、それからヒアルロン酸でもう消えちゃったと思われるここら辺のくぼみとか、この辺のこう表情を作った時に出るシワみたいなものをお話しいただければいいかなと思います。はい。
大体皆さん痛いんじゃないかとか怖いなとかって思うんですよね。皮膚をちょっともらうっていうと、その時に今想像している痛さを10とすると、自分が想像していたよりも痛かったら15とか20とか、自分が想像していたものよりも低かったら10以下の点数でおっしゃってください。はい、はい、じゃあ皮膚をお取りしていきましょう。はい、はい、じゃあこちらの方にどうぞ。じゃあちょっとだけチクッとしますね。失礼します。もう痛いことはないです。今ちょっと麻酔が効くのを待ってますね。痛くはないんですけれども、耳の後ろの近くなのでゴソゴソガサガサみたいな変な音がするかもしれないです。はい、終わりました。どうでした？恒例の、予想して痛みを10とすると終わってみてどのぐらいでした？麻酔の地区だけなので、ええ、1とか 1.2 とか 1.2 細かく、はい、全然なんともないと思います。はい、はい、ちょっと痛いですか？大丈夫ですか？チクチクします。チクチクする。はい、終わりです。お疲れ様でした。はい、ちょっと今日ボコボコみたいな感じで口の周り中心的にやってありますのでなってますけど、明日なんかこう消えちゃいますのでね。はい、はい、お願いします。痛み自体はどうでした？痛かったです。全部痛かったです。全部痛かった。麻酔切れなくて。前回どんな感じですか？やりますやり終わった直後はなんか肌の色がちょっとどす黒くなったような感じで大丈夫かなっていう感じだったんですけど、はいはい、今なんかツヤが出てきたような。そのどす黒い感じってどのぐらいで引きました？2日目。初めて経験する人ってやっぱり不安ですよね。あ、このままなっちゃうのかなって。そうなっちゃう人は絶対いないので大丈夫だと思います。痛、はい、いですか？痛くないです。よかったです。前回に比べて絶対麻酔効いてなかったと思う。全てが激痛でしたもん。前回の10としたら今回どのぐらいですか？2。あら、 2.5 とか。そら、今日ちょっと麻酔した人に伝えておきます。痛くなかったですよ。はい、終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、痛いのどうでしたろうか？大丈夫。ああ、よかったです。ありがとうございます。ちょっと聞き取りしますね。こちらの方が今日なんですよ。はい、これどちらも今日かっていう感じで分かるんですけど、例えば、まあ、こちらの方、この辺とかの、こちらの方がこういうふうに押し出してるかなっていう感じ。全体の印象としてなんかちょっと良くない出してるかなって感じがするんですけど、どんな感じですか？こう顔洗って感じとかお化粧した感じとか。大きいシワはまだある気がするんですけど、はい、細かい小シワがなんとなくなくなってきた感じかな。はいはいはい、あと これですね、つまんで前はしばらく形が残ってたんですけど、はいはい、ちょっとイライラ
よくなりがちになっていた。特に首が気になっているとおっしゃってますもんね、うん、効果が出やすい人出にくい人っていうのはもう最初から分かって、うん、絵的にですよ、絵的に自覚の効果ではないですよ、絵的に効果が出やすい人ってビフォーの写真が誰が見ても明らかにもう垂れてるよねとか、うん、シワもここにあるよね、クマがあるよねっていう人は効果が、絵的な効果は出やすいんですよ。ただ本人の満足度とは全然別なんですけれども、そういう面からすると絵的にはそんなに効果が出づらいタイプですね、うん、なぜかというと元々はここがシワだよね、ここがクマだよねみたいなのがない人なので、まあ、逆に言うと若く見られるとは思うんですけど、でも少しずつ出始めてるのかなと思いますね、ここら辺、ね、はい、まあ、少しずつ変わってきますので、まあ、そこがいいとこなんですけど ね、 ね、つまんでなんとなく良くなってきて、 あと小じわと、はい、そうですね、もともとこれ小じわがいいっていう人が多いですかね、まあ、例えば化粧水ののりが変わったとか、化粧水がの入りが良くなったような気はします。冬に入ってきてるのでもともと乾燥肌なのでですよね、毎年本当に突っ張ってるような肌が苦しいっていうんですかね、そういう感じが今のところないので肌が 楽な感じがします。重みのないちょっと軽くなってきたような感じですか。分からない。どっちの方がダウンタイム大きかったですか、この治療とヒアルロン酸って。あ、同じくらい、同じくらい、うん、これをやってからはちょっと期待してるのでどこも打ってないんですけど、あ、いいと思います、それがいいと思います。もうちょっと困ってたヒアルロン酸入れなくてもシワがどんどん取れていくと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。